トモベ知識認定コーチの西村です。本日は私 iPhone 買いましたってお話です。私今まで iPhone じゃなかったんですよ。このガラケーずっと愛用してました。トモベ知博士とかトモベ知博士のホクスタッフの方とかとおさるだったんですよ。このキーボードが打ちやすいしから、まあ、そのまま使ってたんですけど、さすがにお友達とかお仕事の待ち合わせとかで都合悪いもんだから、 iPhone の6出たら変えようと思ってたので、ようやっと変えました。やっぱり iPhone 6にするといろいろとアプリが使えるのでいいなと思ってます。